明日木曜日か。びっくりした、早すぎてどうしよう。なんかね、いろんなものを、そうですね、いろんなものに今日気づいて、待って、これもやらないといけないじゃんってことがいっぱい出てきて、なんか久々にこんな感じなんか焦ってはないけど、まあ焦ってない子は、今日口回らなくて、なんかさあって感じ。何個入ってるんだろう。わかんないや。何個入ってるんだろう。今2個食べた。1、2、3、4、5、6。8個かな。正解は分からないけど、8個だ。おいしい。8個入って、でも2個でまだ抑えてるんで、他のお菓子食べたからでもなんか覚えるのは早くなっ、覚えるのは早くなった、気はしますね。確かに、そうですね。そう、お菓子が溜まってきたっていうか、なんか本当になんか私なんか追い込まれると物買いたくなっちゃうタイプなんですよ。追い込まれてはないけど、なんていうの、まあその発散する方法が物を買うことがなんか一番、なんだろう、快楽を得るような気がして、でなんかまあお洋服とかコスメを買いたくなっちゃうんですよ。でなんか持ってるのにわざわざ同じの買っちゃったりする、同じのっていうかそのもうなくなるなとか、なんかこれ気になってたから今日はいいやみたいな、なんかこれ買ってみようみたいな気持ちになっちゃったりとか、まあなんかそれが 夜だったらもうなんかお店出れない、お店に行けないから服買っちゃうになっちゃうんですよ。服買おうとか、あのアイドルのグッズが売ってたらアイドルのグッズいっぱいもうこの際たくさん買っちゃおうみたいな気持ちになるんですけど、でもやっぱ結局なんか買って食べてが一番なんか手っ取り早いじゃないですか。だからそう通販で見て、あの買わなくてもなんか欲しいものにすごいなんか印なんていうのリストアップしてるのが楽しいみたいな気持ちになる。でなんか買って食べてるのが一番なんかなんだろう、即効性あるじゃないですか。そのお洋服とかを買ったりそのコスメを買ってもその使うまでとか届くまでとか着るまでとか結構結局時間かかるけど、買って食べるはもう本当に即効性があるからめちゃくちゃやっちゃいますね。なんかその日に食べなきゃいいやと思っていっぱいお菓子買って、いっぱい買っていっぱい買ってでいっぱい貯めて気づいたらないです。で
反省して次の日またお菓子買う。なんかあったはずなのになくなってるお菓子。そう、お菓子だったらそんなになんかね、お洋服ほど値は張らないしいいやって気持ちになっちゃう。あと思ってたよりいっぱい買ったのに思ってたより値段がいかなかった時が一番嬉しくなっちゃう。お菓子のストックはっけ。でもお菓子はねストックしてないとねダメだ。待って食べちゃった全部。あれピカピカしてる。なんかさこの中間の色めちゃくちゃピカピカする。まあいいやこれで。そうね、なんかあんなに買ったのにお菓子ないってなるいつも。でもいいんです別に。そうお菓子はね、そう食べたい時にないのが一番辛いんですよ本当に。今おすすめナンバーワンのお菓子はアイスだったらやっぱラムネのアイス、フローズンがダントツで好きですね今。めっちゃ美味しくてずっと食べたくなっちゃう。なんかソーダとかラムネとか大好きだから気づいて食べちゃいますね。あとは昆布、なんか昆布ってなんか言うほどなんか昆布って健康そうじゃないですか。気持ちいっぱい噛むし、でもなんか昆布噛み切れなくて飲み込んじゃうんですよね。危ない。昆布なんていうのあれ、おしゃべり昆布みたいなやつ。あ、ミルキーのシェイク飲んだんだ。すごい甘かったけどでも好きだから嬉しかった。なんか矯正しててミルキー食べれないんですよ、あんまりね。だから嬉しかったです。宮古昆布も好きだけど普通の昆布が好き。そうでも塩分がやばいなって気づいたんですよね食べ終わって。なんかすごい喉乾くからなんでだろうと思ったらめちゃくちゃ昆布って塩分多いなと思って。乾燥してるやつが好き。なんか柔らかい、なんてなんか柔らかめの昆布と固めの昆布あるじゃないですか。でなんか自分はどっちが好きなんだろうって思ったけど、なんか それ以上になんか味がなんか結構差あるじゃないですか。その無味でなんか無味っていうかその昆布の味か昆布にちゃんと味付いてるやつかみたいな。そうだから今美味しい昆布探してる。うん、美味しい昆布って書いてるやつ大体美味しいです。そうそう、なんか栄養素が高そうだから食べてます。好きだけど普通に。そうあとはお菓子はなんかこれめっちゃ美味しくて今ハマりそうだけど、だってもうホイップって美味しいよね。でもねなんか練乳とホイップクリームが好きなんですよ。でなんかすごい大きいホイップクリーム売ってるじゃないですか、なんか業務用の。あれ欲しいなって最近すごい思うんですけど、まあそれだけ食べたらやばいから我慢してる。昆布って美味しいよね。
昆布って美味しいですよね。うん、うん、何の話してんだろう。30日記念の日に昆布が美味しい話してる。ホイップでもそのまま食べれるんですよね、私多分。普通にホイップクリーム大好き。ホイップクリームと何が好きかな、チョコレートが好き。そう、世界 三大裏切らないはチョコレートとマヨネーズですね。あ、2台2個しか言ってない。3個目は推し麺。そう、ね、待って、またチカチカしてきた、怖っ。1回切ろう。マヨネーズとチョコレート入ってるもので美味しくないものなくないですか。メレンゲは美味しい。それ、あ、砂糖とチョコレートと、ん、砂糖とマヨネーズとおしめ。めちゃくちゃチカチカする。なぜなんだろう。大抵のものにマヨネーズかけたら美味しく食べる。そう、その3つの共通点は、え、好きな食べ物砂糖は、チョコレートは砂糖入ってるから、砂糖入ってるもの大体美味しい。砂糖が美味しいので。そう、メレンゲは砂糖の塊だし、あ、そう、糖質と脂質は裏切らない、本当にそうなんですよね。私唐揚げ好きです。唐揚げと手羽先と、なんだろう、とんかつが好き。とんかつはなんかオーロラソースかけて食べる。あと明太マヨが一番好きですね。明太マヨと、そう、でも何の話してるか自分で分かんなくなっちゃった。そう、オーロラソースって何、美味しい。あ、タルタルソース、好きな調味料はマヨネーズとタルタルソースとケチャップ、ケチャップっていうかトマトソースが好きです。トマトが好き。チキン南蛮好き。チキン南蛮好きなんですよ、私。初めて言ったかもしれない。私チキン南蛮すごい好きで、なんか家で食べるチキン南蛮はなんか違うんですよ。チキン南蛮っていうよりなんか鶏天っぽくて、なんかで、なんかチキン南蛮お店で食べたら、あ、なんかめっちゃ美味しいと思って。いや、家のも美味しいんですけど、家はなんかあんまチキン南蛮の甘だれとかかかってなくて、だからなんかお店で食べるチキン南蛮めっちゃ美味しいと思ってハマっちゃった。そうね、大好き。とんかつはね、裏切らない。とんかつ、なんかとんかつ弁当とか裏切ることなくないですか。味噌かつ弁当とか、やっぱ揚げ物は裏切らないと思うんですよ。なんか唐揚げとかはなんかカリカリ派としなしな派がいるじゃないですか。柔らかいのが好きな人いるじゃないですか。で、なんか、あ、思ってたよりなんかカリカリじゃなかったとかあるけど、
なんか味噌カツとかって裏切らないですよね本当に。うん、だから私は